はい、どうもこんにちは。フィギュア大好き、といっかんです。いやー、まあ今回はですね、ぶったまげましたよ。まあ年々ね、フィギュアの価格が高くなってると、その値段の上昇も一向に収まる気配もないぞと、まあそれでもね、フィギュアを愛する者たちが節約に節約を重ねて、なんとかね、買い続けてきたフィギュアなんですが、まさか、まさかこんなひどい仕打ちをしてくるとは思いませんでした。去年発売されたアルターのジャンヌ・オルタが、あれがね、2万5000円超え。そして先日予約開始したリコルヌのジャンヌ・オルタもね、あれが約3万5000円と、そしてなんと、昨日予約開始されたアルターのアズレンのプリンツが、驚異の4万円超えです。税込みで 41,580円と、ふざけるなー。いやー、もう勘弁してくださいよ。嘘だと言ってよ、アルタ。まあ落ち着こう。まあこのフィギュアがかなりの高額になるとは思ってましたよ。メーカーは違うけど、ホビージャパンから発売されたカンコレのアイオワが、あれがね、偽装がついた状態で2万7000円だったから。まあ、ボリューム的にはね、今回のプリンツもそんなに変わらないんじゃないかと、スケールもね、同じ7分の1スケールだし、偽装も、まあ、偽装は確かにね、プリンツの方が、細かい、ってね、複雑な造形になってるかもしれないんだけど、でもね、そこまで大きく変わる感じでもないと思うんですよ。しかしプリンツの方は4万円超えということで、アイオワよりも1万円以上も高くなってると、どういうことですかこれは。まあ僕もね、3万円は超えるかなと、そこまでは予想はしてました。でも本当ね、3万円超えるか超えないか、まあ、ジャンヌとか、あと先日予約開始したメルトリリスとか、あれだってさ、2万5000円くらいでしょ。まああれはね、8分の1スケールなんだけど、でもそれかいきなり4万円超えってどういうことすか。もういやー、参りましたよね。皆さんどうします、これ。買います？買えますかこれ。買えねえよこれ。いやー、本当にね、フィギュアの世界はどこへ向かっているのだろうか、なんかね、もうよくわかんなくなってきましたよ。もうこうなってくると、一元さんお断りじゃないけど、なかなか手をつけにくい、初めてフィギュアを買おうと思ってる人には、もうどんどん敷居が高くなってきてるような感じがしますよね。もうこれでいいのかなと、なんかね、メーカー側がどんどんね、自分で自分の首を絞めてるような、そんな感じすらしてくるんですけど、どうなんだろうね。まあでもこの感じだと、アルタはもうね、なんか買いたい人だけ買ってくれと、その代わりね、いいものを作るよと、最高のものを作るけど金額は高くなるから覚悟しとけよって、まあそういう感じなのかな。まあそれもね、それも悪くはないと思う。僕もいいものであればお金を出して買いますよ。今回のプリンツも買いますよ、多分。でもね、やっぱフィギュアって手に取ってなんぼのもんだし、それを実感するためにはお金を出して買わなきゃいけないわけだから、で、なるべくね、こういうの若い人たちに買ってもらいたいわけじゃない。でもこうも高くなると、もう僕みたいなフィギュアにしかお金を使わないような、そんなおっさんじゃないともう買えなくなっちゃうよね。特にアズレンなんかは若い人しかやってないでしょ。まあそれはちょっと語弊があるか。まあでもやっぱりね、若い人が主流だと思うし、どうなんだろうね。まあでもこの金額にしないとこれは作れないと言われたら、やっぱりね、作ってほしいよね。高くなっても、やっぱね、欲しいんだよな。まあ僕もね、よく言うんだけど、お金はまあ働けば作れるぞと、なんとかなるぞと。ただね、こういった芸術的な作品は自分では作れない。いくら時間をかけても僕は作れないから、まあだったらね、お金を出して買うぞと。
変えることはできるんだぞと、まあそんなね理屈は言ってるんですけどね。ただこれがね、これだけの話ならいいんだけど、このプリンツに限った話なら、でもさ、他にもいっぱいあるわけじゃないフィギュアが、さっきも言ったあのリコルノのジャンヌとか、アルタだってメルトリルスとかあるし、それにこの後だってね、アズレフィギュア出してくるわけじゃないアルタだって、もうどうなるんだって、本当にね。今後のフィギュア購入もいろいろとね、考えていかなきゃいけないなって、そんな風に思っちゃうよね。で、お金の件ばかり言っちゃいましたが、フィギュアの方はね、もうこれ最高です。僕もね、前回のメガホビでフィギュアにもう穴が開いちゃうくらいガン見してきたんですけど、もうこれは絶対買うぞと、プリンツ好きならもう他に何を買うんだと、そう思うくらい完璧なフィギュアでした。もちろんね、僕が見たのはデコマスなんだけど、まあアルタなんでね、そこら辺は問題ないかなと、まあデコマス通りに仕上げてくるとは思います。まあ高いしね。で、原型もね、原型の方も僕の大好きな田中東司さんなんですよ。まあ、最近のアルターだと、フルメタのテッサとか、あと SAO のシノンとか、あとね、今後発売されるテイルズのベルベットもそうだしね。あとね、アルターは今回の偽装みたいなミリタリーっぽいものも得意なんですよ。特にすでに発売されているアズレンのヴァンパイアの偽装もね、あれも良かったし、あとストパンシリーズの武器なんかのディティールもね、かなり凝ってるんだよね。まあ、そこら辺も含めてね、これはね、本当に楽しみにしてるんですよ。あとこれ、こうやって見ると髪の毛もね、クリアパーツっぽいしね、めっちゃ綺麗でしょ、この髪の毛が。顔も美人だしね、ポージングもエロいし。いやー、これは買うよ、買いますよ、死にますよ。死ねて本望、フィギュアのためならばって感じですよね。で、こちらの発売予定が、なんと、2021年の4月。あと1年と3ヶ月先です。まあ、延期もするだろうから、まあ、当分ね、まあ、気長に待とうってことですかね。まあ、でも、なんか嬉しいよね、こういうのも。なんかね、ジャンヌ・オルタも、あれが発売されちゃうと、なんかね、祭りが終わったような、そんなね、寂しさみたいなものも感じてましたからね。まあ、とりあえず、21年の4月がね、楽しみです。ではでは、今回はこの辺で、明日ぐらいにはね、新しいフィギュアの開封レビューもアップできると思うので、楽しみにしてください。あと、今回紹介したプリンツの予約先のリンクはいつものごとく下の説明欄にリンクを貼ってありますんで、気になる人はチェックしてみてくださいね。ではでは、また次もフィギュアレビューでお会いしましょう。またねー。